はい、今日のテーマですが、筋肉痛も心の痛みも成長痛なんだってばよっていう気合の入ったね、タイトルでお話ししていこうかと思ってるんですよ。あのですね、これ私のね、実体験でもあるんですけども、心の痛みが伴うこと。すごいね、ストレスかかることあるじゃないですか。仕事で失敗したとかね、ひょっとしたらお金がもらえないかもしれないとか、最近で言うと仲間がね、大切な仲間が事故に遭ったとか、もう心がもう張り裂けそうなほど痛い、辛い、ストレスも多い。ね。まあ、すごくいろんなね、毎日毎日があるわけなんですよ。でもね、全部プラス、結果的に。もうね、いろんな人生ね、辛いことがあるんですよ、仕事をしてると。例えば皆さんで言うとね、会社に勤めの人は上司に怒られたとか、後輩が言うこと聞いてくれないとか、なんか陰で悪口言われてるかもとか、お客さんにセンスがないって言われたとか、ね、あると思うんです。でもね、全力でやってるんならね、全力でやってる中での失敗なら、これは全部プラスなんですよ。プラス、私もね、今いろんな辛いことがありますよ。そりゃ、もう見つけ出したら星の数ほどあります。だけど、これを乗り越えないと変わんないんですよ。ここでうじうじしてたり、マイナスなことを言ってたり、愚痴ってたりしたら、もっともっとマイナスになるわけです。ね。この心の傷っていうのは、全部成長剤。プロテイン。プロテインです。皆様。もう全部プラスなんですよ。マイナスのことこそプラス。災い転じて服とナースなギャルみたいな感じです。何を言ってるんだ。とにかく、プラスにしてくれっていうことなんですよ。筋肉痛もそうじゃないですか。筋繊維がプチプチちぎれて、やばみーって言ってね、いたたたーってなるじゃないですか。もう私昨日ライザップに行ってもうね、太ももが爆発しています。もう終わりです。立てません。もうバンビーより小鹿ですね。もうプル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 してます。ほんと。それでもね、やっぱこの痛みがあるからこそ、治っていくわけなんですよ。この辛さ。治った時に筋繊維が太くなる。またね、元に戻るわけですよ。ピタッとくっついて、頑張れ元に戻るんだーって言ってね、はいよーって言ってね、バトンタッチって言って、ちぎれた筋繊維がまた手をつなぎ合ったところが太くなるんですよ。よーし、ここがもうちぎれたらやべえからな、ちょっと俺たちで補強しとこうぜって言ってね、おー、オッケーオッケーって言って、もっとそこが太くなって、前より強くなるんですよ。これ人体の不思議ですよね。これ鉄とかだとこういう風にならないんですよ。もう一回ね、結合がほどけたところは、溶接しても、なかなかね、元より強くなったりはしないです。そこをめちゃくちゃね、熱く盛ればまた別ですけど、そういったことってなかなかできないんですよ。もう同じようなね、ちょっと盛るぐらいじゃね、逆に弱くなるんですよ。パキンって割れやすくなってるんで、こういうもんなんですよ。ね、元に戻すのは難しい。でも人体は戻るんですよ。これ心も一緒なんですよ、実は。ね、ピュアハート。我々のね、デリケートな心。これも傷つけられた分だけ乗り越えきれば強くなります。間違いないです。もうソース、元というか、例えで言うと私です。私もね、もう毎日劣化のごとく嫌なことがあります。もう昨日で言うとも高速道路の中で仲間のね、ダンプトラックのタイヤの左前がパンクして止まってると、交通機動隊から連絡があって、なんとかしなさいと言われて、すいませんと、後ろ混んでるんですかと、後ろは私たちが、非常分離帯に寄せたんで、なんとかなってるんだって言ってね、早くしなさいって言われてね、保険屋に電話するも保険屋が繋がらない。何やってんだ、担当、てめえと。まあいいや、おめえなんか、直接上に電話してやるわとね。で、まあ、まあ農協なんですけどね。はい。農協本部に電話して、まあ対応したわけです。すべてですね。まあ、ほんとこういうことがね、よくある。で、その後も怒られ散らかしてですね。迷惑かけてるんだと。その後、なんと、夕方になったら、高速道路でこの畳を巻き散らしたと。もう、シュッシュッシュ、手裏剣状態ですよ。ね、超、いい感じ。超、いい感じですよ。あ、すいません。これ、恐竜獅子春の肉祭りで、モーニング娘。のダンスでね、手裏剣をこう巻く、ポーズのとこがあったんで、今それが浮かんでしまいました。わかんねえよ、そんなの。知らないよ、そんなの。まあ、聞いてる9割の人がわかんねえよって言ってます。はい。まあ、そういう感じでね、畳を手裏剣のように走ってたら巻き散らしてしまったと。やめて?で、
まあその方から連絡があってね、まあ撒き散らしてしまったという報告受けたし、もうすごくその方がねすぐ報告してくれたんで、まあ大丈夫だったんですけど、まあひょっとしたら今日明日あたりにね、まあなんだろう、交通機動隊か警察なのかわかんないけど、ちょっと会社の方に連絡をする可能性があると言われて、なるほどと、してこないでくれというわけなんですよ。まあいろんなねそういうトラブルがあったり、昔もありましたよ。私が自ら乗っていて、鉄をね、仲間とこうなんだスクラップ屋さんに持っていた時に、そのうちの缶がですね、缶のその袋の封がなぜか閉まってなかったんですよ。えって言って、まあ、確認したかったらこっちも悪いんですけどね。それがバーって言って缶が後ろに飛んでいって、アルミ缶かなんかがですね、でカン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 って言って後ろの車当たったんですよ。でその車の塗装とか修理代でね15万ぐらい持ってかれて、最近のトヨタですかね、佐伯市ってとこあるんですけど、そこのトヨタさんにね出されたらしくて、そんなかかるって思ったけども言えないですよね、こっちも大変ほんと大変で、そんなことよくあるんですよね。と思えばなんかいきなりね機械が壊れたって言って25万請求が来たりとかね、払えなくないこれどうすんのっていうですね、いろんなことがあるんですけど、全部プラス、もう全部プラスです。もうこういったね真剣にやっている時に起きてしまった事故というのは、これからどうするかしかないんですよ。そこに後悔したり、うじうじうじむししたりね、誰かのせいにしたり、あいつがよーへいよーとか言ってね、言ってても変わんねえんだぜチェケラッチョ。だから何も変わらないに、皆さんぜひ前向きなね行動を示してほしいです。もう全部、筋肉痛も心の痛みもね、すべて明日への糧なんですよ。今日の糧なんですよ。全部エネルギー、むしろ成長剤、プロテインなんですよ今日プロテイン押すなザバスプロテインじゃなかった、あのライザッププロテインっていうのもあるみたいです。はい、ライザップサプリもねあるみたいです。はい、まあそれはいいとしてね、まあとにかく皆さんもそういうところを意識して、嫌なことがあって今辛いと思ってヘコミングしてると思うんですよ。でもそのヘコミングっていうのはね、逆ミングなんですよ。逆に自分を成長させていると、そういう風に考えてください。皆様とてもそう考えるのね、まあ有意義になって前向きな考えにシフトできます、ね、あ、シフトっていうのは変えるって言うんですね。シフトチェンジって言いますよね。考えを切り替えるってことです。できます、皆さんならできます。だって私ができてるんですから。私みたいなこんな雑魚兵タコ兵もね、アホみたいな男がですよ、もうアルツハイマーで物はすぐ忘れるしね、そんな男がね前向きにやれてるんですから、皆さん何でもできます。どんな嫌なことがあろうとね、もちろんそのあまりにも重いねことっていうのはさすがにショック受けるかもしれませんよ。身内が死んじゃったとかね、そういうのは立ち上がれないかもしれません。でもね、それすらもね、人間っていうのはエネルギーに変えて前に進めていかなきゃならないことがあるわけですよ。私だってね、やっぱ知人が死んだこと何回も人生であります。もう何人もね、知人が死んでますよ。やっぱもう41年も生きるとね、知り合いもバタバタ死ぬんですよ。いろいろ事故にあったりとかね、病気にあったりとか自殺したりとかあるんですけど、確かにその時はねめちゃんこ辛いですよ。もう辛いどころじゃないです。もう辛みざをパイセンを通り越してね、もう涙も出ません。そんなことがあっても時間っていうものがね、一時したら回復してくれるんですよ。これもどんな人間も一緒。もう私は生きていけないなんて言ってる人も何年か経てばね、なんとかなります。そういう風にできてるんですよ、人間は。そうしないと心が壊れちゃうからですよね。連鎖倒産みたいなもんですよ。上の会社が潰れて下請けが潰れるみたいなやつですね。そういう風になっちゃ悪いからね、皆さんの心もそういうことをちゃんと忘れれるように、忘れたくないっていうね気持ち、これはね他者貢献じゃないんですよ。その気持ちを引っ張っていてもね、浮かばれないんですよ。残された人っていうのは、残された人っていうかね、その原因となった人ですよ。原因となった人がね、残された人がへこんでたら嫌でしょ。私たち嫌じゃないですか。私たちが死んだ後もね、息子と娘、そうだな、嫁さん旦那さんがね、いつまで経っても、1年間引きこもっていて生活がままなってなくてね、餓死してしまったなんて聞いたら嫌でしょ。もっと元気にもう人生楽しんでくれてなるでしょ。そういうことなんですよ皆様、ぜひねこの考え持ってください。
どんな痛みも、体の痛みも、心の痛みも、全部成長痛、オブザ、プロテインなんですよ。プロテイン。